とある女性が発見した小さな子猫。彼女は自然に子猫を助けたいと思ったそうです。その子猫はとっても痩せていて、すぐにでも助けを必要としていました。こっちおいで。子猫はどのような行動をとったのでしょうか。子猫と親子の素敵なお話です。この日、カナダ在住のデイビーさんは、息子のトビー君と外出先から帰宅途中に、あるものを発見しました。それは、ほとんど人通りがない道路に、ちょこんといた一匹の子猫。子猫は痩せ細って、骨と皮だけという姿でした。まただわ。デイビーさんは子猫を発見した瞬間、このような言葉を口にしたのです。なぜなら、デイビーさんは以前にも同じ場所で猫や犬を数十回も発見し、保護した経験があったから。彼女は子猫を見つけると、すぐに車を止め、ゆっくりと近づきながら様子を伺いました。もし、子猫から近づいてくれれば、自宅へ連れて帰ってケアをした後に里親を探してあげます。しかし、近づいてくれない、または逃げてしまった場合は、動物保護団体に連絡をし、保護してもらうのです。おいで、大丈夫だよ。すると、子猫は迷うことなく、まっすぐデイビーさんのそばへ駆け寄ってきました。子猫は私に体をすりつけてきたのです。人間のことを怖がる様子もなく、むしろ喉を鳴らしていたのでちょっと驚きました。デイビーさんは子猫を抱き上げると、自宅へ連れて帰ることにしました。バーリーと名付けられた子猫は、長期間食べ物を口にしていなかったため、食事を与えてもうまく飲み込むことができなかったのです。そのため食べ物をお湯でふやかしてから与えました。さらにバーリーの体は飲みだらけだったので、お風呂に入れたのですが、完全に飲みを取ることはできません。そこでピンセットを使って一つ一つ飲みを取っていき、すべて取り除くことができたのは数日後だったそうです。少しずつ食事も取れるようになってきたバーリーは、徐々に動けるようになってきました。何をするにもデイビーさんやトビー君たち家族のそばを離れないのです。今まで一人ぼっちだったから、誰とも離れたくないという気持ちでいっぱいだったのでしょう。バーリーの必死さがとても伝わりました。その後、バーリーが落ち着いてきた頃に、地元の動物病院で見てもらうことにしたデイビーさん。この日、バーリーを診察した獣医さんから驚きの真実を告げられたのです。この子は生後半年は経っていますね。え、そんなに？デイビーさんは当初バーリーは生後3ヶ月ほどだろうと思っていたのですが、歯の状態から半年ほどと判明しました。今まで多くの猫を見てきたデイビーさんでもわからなかったほど、バーリーは平均より小さい体をしていたのです。私は改めてバーリーの栄養状態が悪かったことを痛感しました。そんな中で、デイビーさんはバーリーとの出会いを運命だと感じたそうです。実はバーリーを発見する前日に、デイビーさんの娘は保護施設に猫を見に行きたいと言っていました。その時、
きっと猫の方から私たちの元へ来てくれるからね、と娘に言った翌日の出来事だったのです。それから3ヶ月後、全身のみだらけでボロボロの毛並みだったバーリーは、デイビーさんたちの愛情により美しい姿になったのです。また、デイビーさんたちだけでなく、以前に彼女が保護した猫のキノアと犬のベラとも大の仲良しになりました。私たちは自然にバーリーのことを家族として迎えることにしました。今まで保護した猫の中でバーリーは一番小さかったのですが、これから少しずつ大きくなっていくと思います。こうして痩せ細り一人ぼっちだった小さな子猫は優しい家族のもとで暮らせるようになりました。きっとデイビーさんの娘もこんなに早く新しい猫がやってくるなんて思わなかったでしょう。これからのバーリーの成長が楽しみですね。バーリー、デイビーさんのような素敵な人に出会えてよかったね。さらに娘さんも猫が欲しいと言っていたなんてグッドタイミングだったことでしょう。これからデイビーさん家族と共にたくさんの喜びを味わいながらすくすくと成長していくことでしょう。大きくなっていくバーリーが楽しみですね。ご視聴いただきありがとうございました。